マンハントは、ロックスターノースより開発、米国のニューヨークに本社がある、ロックスターゲームス社から発売された三人称視点の、ステルスアクションゲーム。マンハントシリーズ第一作目。2003年11月18日に、プレイステーション2版が発売され、2004年4月20日には、PC、XBOX 版が発売された。2016年には、プレイステーション4にて、 PS2 の移植版が PS ストアで配信開始された。なお、日本では未発売。略称はメガヘルツ米国では予約特典として8種類の異なった声が選択できる特製ボイスチェンジャーが付属していた。2008年1月4日には Steam によるダウンロード販売が開始された。 ロックスターゲームス社の代表作グランドセフト、オートシリーズの大半を制作している、ロックスターノース社が制作した。基本は、暗闇に隠れ敵をやり過ごしたり、背後から打ち倒していくというもので、同ジャンルのシーフやスプリンターセルなどのシステムに似ているところがあるが、このゲームでは敵の殺害が目的であるため、当然、ステルス行動だけでは、クリアすることはできない。 敵に見つからないように隠密に進むのではなく、ステルスを使い道中の敵を一人ずつ排除しながら進んでいくゲームスタイルになっている。また特定の人物を守りつつ進んでいくステージや銃撃戦がメインのステージもある。ステージはゲーム中ではシーンと呼ばれており、ゲームオーバージに表示される文面もシーンフェールドとなっている。全20シーンで構成されており、 各シーンクリア時にリザルト画面でスコアがで表示され、総合スコアによってボーナスフィーチャーズ、ボーナスシーンなど隠し要素がアンロックされる。スコアは最大で5段階あり、処刑数、殺害数、クリアタイム、難易度設定によって決定され、最高スコアを取るには難易度をハードコアでプレイする必要がある。なお、 各シーンで最高スコアを取り続けることで様々なチートが使用できるようになり、すべてのシーンで最高スコアを獲得すると無敵状態になる、ゴッドモードのチートが使用可能になる。チートコードはボーナスフィーチャーズの各アートパネルを見ることで確認でき、タイトル画面で入力することで使用、解除が可能。ただし、チート使用中はセーブ不可で、 一部のチートを除けば、どのシーンを選んでも素でまたは最低限の装備状態で開始することになり、またシーンをクリアしても続行はできない。またゴッドモードは完全な隠し、コード扱いであり、表示はされない。選択できる難易度はフェティッシュ、ハードコアの二つ。標準難易度であるフェティッシュでは、ゲーム中常に画面左下にレーダーが表示され、 敵の位置など周辺の様々な情報を知ることができる。ハードモードであるハードコアの場合はレーダーが表示されなくなる。難易度変化はこれのみで、その他に違いはない。ヘッドセットに対応しており、つけると実際にスタークウェザーの命令がヘッドセットから聞こえるようになり、喋った声で敵の注意を引くということも可能になる。 このゲームのステルスは影に潜むことであり、ゲーム中至るところに影になっている場所が存在し、そこに身を隠せば、接触したり至近距離で物音を立てたりしない限りは、敵に全く気づかれなくなる。隠れた状態で壁を叩いて周辺にいる敵を誘い出すことも可能。敵は仲間の死体を発見すると周囲にいる仲間を呼んで、その場に集まってくる上、 探索状態に入るので場合によっては危険な状況に陥ってしまうが発見される前に死体を影の中に隠すことでこれらを回避することができる。接近用武器を持っている状態で敵の背後に接近し発動距離まで近づくと自動的にキャッシュが構える。この時に攻撃ボタンを押すと敵にターゲットアイコンが表示されボタンを離すと エクセキューションが発動し、敵を容易に殺害することができる。殺害方法は3段階あり、ボタンの押せ長さによって変化する。押していると、アイコンの色が白、黄、赤の順に次第に変化し、色が変わるごとに殺害方法が残虐なものになる。直接敵と戦う場合、攻撃には、弱攻撃と強攻撃、掴み攻撃の3種類が存在する。弱攻撃は、 隙が少なく、素早いが威力は低い。強攻撃は弱攻撃より威力は高いものの、大振りで隙が大きく、ガードされたりカウンターで反撃を受けやすい。どちらも連続で3発まで敵にヒットさせることができる。掴み攻撃は弱、強攻撃、ボタン同時押しで使うことができ、こちらも掴んだ敵に連続攻撃を最大3発まで浴びせることが可能。 武器装備時なら大きなダメージを与えられるが、隙が大きく掴んでも振りほどかれてしまうこともある。何も押していない状態で敵の攻撃を受けることで自動的にガードし、ダメージを軽減させることができる。銃で攻撃する場合は弱攻撃ボタンで発砲し、リロードは強攻撃ボタンで行う。銃器類は基本的に強力なので、 正面から撃ち合うと体力を一気に削られる恐れがあるので敵も銃を装備している場合は壁などに身を隠しつつ戦うのが基本となる。また敵はヘッドショットすることで一発で倒すことができる。ヘッドショットは敵を貫通するのでタイミング次第では一発で複数の敵を倒すことも可能。物語の舞台は廃墟が立ち並ぶアメリカの一都市カーサーシティ。 死刑を言い渡された主人公ジェームズ・ワール・キャッシュは無線越しでスターク・ウェザーなる謎の人物からスナッフフィルムを作るために殺人の依頼を受ける。殺人対象は街の至る所を支配している地に植えたハンターたち。従わなければキャッシュには死が待っている。キャッシュは自由を得て生き延びるためにスターク・ウェザーの指令を受けながら 殺戮行為を続けていかなければならない。武器はアイコンの色で種類分けされており、緑、青、赤、木の4種が存在し、それぞれ一つまでしか所持できない。アイコンはすべて黄色。2007年には続編、マイハント2が発売された。プラットフォームは、プレイステーションに、プレイステーションポータブル、Wii でリリースされているが、 敵の殺害シーンではフィルターがかけられており、はっきりと見えないようになっている。このゲームは S 部の審査で、一旦 S 部 A を指定されたため、S 部 M にするため上記の措置が取られた。世界各国のニュースにはこのゲームに批判的なニュースが数多く存在する。イギリスをはじめ、オーストラリアドイツニュージーランド、日本で販売禁止になっている。特に、 ニュージーランドでは、所持が確認されると2000ドルの罰金が課せられる。18歳未満が所持していると、最高2万ドルの罰金が課せられる。ありがとうございます。